おはようございます。今朝は浅草に来ました。ここは神谷バーですね。浅草一丁目一番地神谷バーを通り過ぎて信号を渡ります。今日はね、立ち食いそばもんじゅさんに向かいます。信号を渡ります。はい、到着ですね。ここは松屋デパートの前ですね。2階が東武浅草駅です。その真ん前にね、日本一古い地下街があるんですよ。ちかおくんのお出迎えです。早速中へ入ってきますよ。ちかおくんのお出迎え、ガラッと変わりますからね。ここから中へ入ります。階段を降りて、ここにね、地下街の商店街、商店の一覧があります。いっぱいありますね。で、階段を降りるとね、突き当たりが立ち食いそばのもんじゅさんがあります。はい、注文しました。ナス天と生卵を落として温かいそばです。最近ね、涼しくなったんでね、温かいそばが恋しくなりましたね。浅草の七味いっぱい入れて、また違うんだよね雰囲気が。浅草の七味っていうとね、ナス天です。でかいでしょ、ナス天美味しいですね。いただきます。うまいね、立ち食いそば。いいよね、立ち食いそばって。ここはね、ね、高級そばも食べますけどね。高級そばって、例えば並木のね、浅草だと並木、やぶそばですね。神田のやぶそばもそうですけども、あとは浅草結構蕎麦屋さん結構いっぱいあってね、安くてもうまいとこありますよ。ちゃんとした蕎麦屋さん、ちゃんとしたって言い方あれですけどね。いつも行くところは浅草の浅草寺のね、西口エリアになりますかね、ロックブロードウェイの近くですね。そこ行く前にね、一服横丁ってのがあるんですけども、そこにある沖縄そば、そこのカレーナンバー食べます。これはちゃんとした28そばですね。で、まあここがちゃんとしてないってわけじゃないですよ。立ち食いそばは立ち食いそばのジャンルなんですよ。誰か言ってましたね、まあその沖縄そばの人じゃないですけどね、別の浅草のね、そば屋さんのおかみさんが言ってて、うちは28だけどね、立ち食いそばは82なんだよ。まあ実際にね、うどんもあるからね、別にそば粉が大きりゃいいって話じゃないしね。まあ二八そばは二八がいいってよく言うけどね、うちの実家でもね、そばを手打ちそばをぶちますけど、お袋の代からね、まあ前からもぶってたんでしょうけども、土地柄、土地意見なんでね、嫁に行くときね、綿棒を担いで嫁に行くっていうぐらいね、家庭内でね、嫁さんの綿棒は好きを、マイ綿棒ですね。そばとかうどんとか売って食べるんですけど、栃木県ってね、結構ね、山奥の方じゃないんで、ちょっと平地の方なんでね、関東労務省の一部ですけども、こう美味しいお米がいっぱい取れるんですよ。ただね、やっぱり農家の場合は米はね、出荷するためっていうことがあって、まあうちにも残しときますけども、できるだけ節約のためにっていう意味もあって、麺を打つっていう、うどんとかそばをね。だからね、安いもんなんですよ、リーズナブルなんですよ。ところがぎっちょんちょんでね、東京来たらね、やぶそばなんて高いんだよね。美味しいですけどね、ちょっとコストパフォーマンスっていうかね、コスト的にどうなのかな。だってね、1枚ね、
あれあのせいろがね1枚800円ですよ確か。でまあ将棋が透けて見えるから3パスぐらい取るとなくなっちゃうんですよ。だから3枚ぐらい食べないとお腹あいっぱいにならないですね。いっぱいっていうか通常にね食事にならないっていう感じですけどね。そう3パー20して2400円じゃないですか。高いですね。手打ちだから美味しいってわけじゃないし、手打ち機械の方はね設備投資かかって大変なんですよ。昔は実家の方で機械打ちの方が高かったですけど、手打ちの方が安いんですよ。手打ちの職人が、まあ手ね、職人のそのね腕がいい人がぶったそばは美味しいっていう話ですけどね。これもねその美味しいかまずいかっていうのはね人それぞれ違うんですよ。まあ職人さんはねこれが美味しいこれが美味しいってこうちゃんとこう理屈立ててこう言いますけどね、それはあのいいんですけど、食べる方の我々は人によって違うし、あって食べる時間によっても美味しさは様々ですからね。そんなそのねそばごときにね2000円もかけるなんてね、天ぷら入れたらね3000円5000円になっちゃいますよ。ちょっとね考えてください。でもねやっぱりね、この時世でね値上げできてるんで、この立ち食いそばもね上がりましたよね。全部500円以上になりますもんね。大体これが確か540円だったのかな。確かね、マステンとかかき揚げも同じなんですけどね、卵がまた50円でね、結構しますよ。だから600円越すんですよ、この1食。そしたら沖縄そばでね、800円、700円ぐらいで食べますか、750円だったかな、カレーナンバーズでね、まあ、あっちの方がリーズナブルですよ。まあ、沖縄さんはね、かなり安くしてくれてると思いますけどね。まああれはあれ、これはこれということで、まあ文句たらたら愚痴になっちゃいましたけど、美味しくいただきました。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。たまに食べるのいいですね。はい、じゃあ答えます。これちょっと残してますけどね、このぐらいですよ。じゃあ拭いてね、して裏側ね、みんなもう通勤の人がね歩いてますね、ガタガタガタ。はい、映りました。ここはね、食べた日本一古い地下街の中です。で、向こう側はね、福ちゃんって焼きそば屋。今ちょっとね、シャッター降りてますけどね、福ちゃんっていうね、焼きそば屋さん。美味しい焼きそば屋さんあります。そこでたまに一杯飲みますけどね。ここも利用させてもらってます。800円です。ヘアカット800円の床屋さん。僕はここで年中カットしてます。今はね、刈り上げにしてますけどね。もう年取っちゃったんでね、伸ばしてね、ちょっとね、髪の毛手入れするのめんどくさくなって。もう坊主にして刈り上げにしてます。ここ天井がいいでしょう。ここね、レトロな感じね。むき出しです。今時、渋谷行ってもね、こういうビルありますよね。近代的なビルでむき出しのとこね。あれの、先を行ってんじゃないですか。ね。はい、これ出口です。出口、このね、手書きの6出口っていいじゃないですか。ちょっと映っちゃいましたかね。階段登ってきます。ここ狭いんですけどね。ここの石がね、岩がはみ出てるんですよ。ここご利益があるんじゃないかなと思って、いつもね、こうやってね、触ってます。わかんないですよね。僕は勝手に考えてるだけですから。で、階段を、狭い階段をね、結構利用客あるんですよ。ここは銀座線のね、改札入り口でもあるんで、ここは入ってると近いんでね。まあ別なとこからも入れるんですけど、近代的な入り口あるんですけど、ここから入る人も結構いいんですよね。まあルーティーンなのかな、朝の。はい、出ましたよ。世間に出ました。で、こう出るとね、右側が突き当たり、さっき入ったところの後ろにあった松屋デパートですね。で、こちら側に向かって帰ってきます。こっちらが雷門の方ですね。それではこの辺でどうもご視聴ありがとうございました。またねー。